カチカチマーク49027770888088。よお前ら、俺様だ。今日ね、俺様がお前らに紹介してやる商品はこれですね。明治のね、ザ・チョコレート。はい、なんか個性的なパッケージですね。ココアじゃなくてカカオが 54% とね、ミルクがあるみたいですね。はい、優しく香るサニーミルク。ビーントゥーバー。ビーントゥーバーってなんかちょっとダジャレっぽいですね。まあ、ダジャレじゃないと思いますけど。で、これなんかね、これなんでしょうね、これ。よくわかんないですね。ザ・チョコレート。あ、でね、俺様ね、前から思ってたんですけど、この明治のね、マーク変わりましたよね。昔はなんかちょっと、もうちょっとなんか汚らしいロゴでしたけど、ちょっとね、シンプルなロゴマークになりましたね。で、その、ムヒってあるでしょ。ムヒソフト。あの、虫刺されにムヒ。あの、ムヒのさ、マークとか明治のマークって似てますよね。なんか関係あるんですかね。で、なんか栄養成分がごちゃごちゃと書いてあって、まあ、いちいち読まないですけど、うん。明治は江東区にあるらしいですね。で、保温は28度以下で。まあ、12月なんでね、常温でも、今だってここ、あれですね、19度なんでね、まあ、全然問題ないですね。はい。うん。2017年の9月まで待ってらしいですね。あ、でね、さっきね、カチカチマーク読んでと思ったんですけど、ちょっとこれ8が多すぎてて読みづらいですね。888の888ってなんか引っ越しセンター、どっかの引っ越しセンターの番号ですね。どうだっけな。あ、ダック引っ越しセンターかな。888の888とかね、変な CM やってますよね。まあ、それは関係ないんですけどね。じゃあ早速ね、この明治ザチョコレートを食べていこうと思います。はい、中のね、袋はね、こんなパッケージで、これなんだろう、カカオ豆をイメージしてるのかな。うん。はい。オペンじゃなくてオープン。根元から斜めに引っ張ってください。ジバヤンの腹巻きも引っ張ってビリビリに破きたいですね。はい。それでは食べましょう。それでは、口を開けて、あーん。うん。うん。あ、ちょっとどちらかといえば、甘さ控えめのチョコレートですかね。まあでもチョコレートの味がしますね。はい。それではさようなら。ボーボー。カチカチマーク49027770888808。ボー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 ボ